エコカラットって何？いくらするの？リフォームしてたら時々エコカラット貼ってくださいって言われることあると思うんですけど、今日はそのエコカラットについて教えてもらってもいいですか？はい。エコカラットっていうのはいろんな粘土や鉱物を組み合わせ作った内装用のタイルのことなんですよ。もうタイルなんですね。はい。内装の壁用ですね。壁用の、はい。で、まあ、弊社の施工事例、いくつかお見せしたいと思うんですけども、はい、こういう、まあ、30センチ角の、うんうん、まあ、よくありそうな、うん、まあ、タイル、ね、うん、はい、正方形のタイルであれば、はい、こういったちょっと変わったようなちょっとおしゃれな感じの、はい、ストライプというか、はい、凹凸が結構激しいんですね、まあ、そういうタイルもありますと、まあ、こういういろんなデザインのある内装用の、まあ、タイルのことですね、はいはい。で、なおかつそのリクシルが出している、吸湿性があるもの、はい、をエコカラットと言います。なんであくまでこれリクシルの商品名なんで、はい、他メーカー例えばこうダイケンとかそういう、まあ、似たようなのを作ったりするんですけども、そこではエコカラットとは言わないです。なるほど、はい、似てるけど、あくまでリクシルの商品名。なるほど、はい、です。で、具体的にもう少し詳細お話しさせていただければと思うんですけども、はい、エコカラットっていうのはこの、まあ、先ほど粘土と鉱物でこのタイル作られてるってお伝えしたと思うんですけども、はい、めっちゃ小さい穴が開いてる、いっぱい開いてるんですよね。へえ、そうなんですね。で、それを通じて湿度を吸ったり、はい、うん、放出したりしてくれるんですよ。そんなことできるんですか？で、ちょうどいいぐらいの湿度を保ってくれる。へえ、優秀ですね。はい、はい、つまり、まあ、今ちょっと6月じゃないですか、はい、6月ムシムシしてくるじゃないですか。やばいですね。もうこのエコタイル貼ってますと、はい、言うと不要な湿度を吸ってくれて湿度下げてくれると。めっちゃいいじゃないですか、はい、梅雨にはありがたいです、ね、はい、で一方で真冬、はい、真冬は空気乾燥します、はい、そういう時はこの吸ってる湿度を放出してくれてまあ言うたらちょうどいい湿度を保ってくれるっていう。すごいですね、はい、そういう機能性の高い、はい、内装の壁用のタイルですね、はい。ちなみにこれ湿気だけじゃないんですよ。ここ書かれている通り、はい、まあ、いろんなこう、フォルムアルデヒドとか、うん、そういういろんな有害物質あるじゃないですか、はいはい、でもしくは例えばタバコの匂いとかそういう嫌な匂いあるじゃないですか、うん、そういうのも吸ってくれるんですよ。それはすごいですわ、はい、はいっていう匂いであるとか有害物質、うん、それでもこのエコカラットが吸着してくれる。すごいタイルですね。いい空気に、まあ、かなりいい空気にしてくれるってことですよね、うん、めっちゃいいですね、はい、っていうのがエコカラットの特徴になります、はい。で、これ歴史もありまして、これちゃんとリクシルのホームページに載ってるんですよ。新数1999年からありますというところなんですけども、当時結構エコカラットって汚れやすいみたいな感じで、うん、まあ、ちょっと敬遠される人も多かったんですよね。で、それがここに書かれている通り2014年から防使用プラス匂い吸着性の 1.3 倍の商品エコカラットプラスを発売と、プラスが出たんですね、はい、でこれがもう2019年になるとエコカラットっていうのはエコカラットっていう単体商品なくなって全部エコカラットプラスっていう名前に、はい、うんうん、まあ、統合されてますというところで、今のエコカラット、まあ、プラスですね、はいはい、エコカラットというバージョンアップしたエコカラットプラスっていうのは、まあ、その汚れにくい、はい、汚れたとしてもこういう、まあ、まあ、濡れた、まあ、雑巾とかで拭いたらそれ落ちやすいというところで、お手入れもしやすいと、お手入れもしやすいと、はい、っていうような感じで良くなっておりますと、はい、いうものになります。そういったエコカラットなんですけども、はい、結構値段するんですよ。あ、やっぱするんですね、はい、で、まあ、まあ結構値段する理由っていうのをまあ言うと、はい、まあ、例えばこうやってねタイルやっぱ 一枚一枚左官屋さんが入って貼っていかなきゃいけないんですよね、うん、大体これくらいのやつを、そんな感じなんですね、はい、っていうのもありますし、タイルってねやっぱ加工が難しい、うん、木材みたいに加工できないんで、うん、はい、結構加工するのも、まあ、こういう、まあ、いろいろ細かいところを貼ろうとすると、例えば壁一面やったらいいんですけど、うんうんうん、はい、そこからこれ凹凸があったりするとなかなか手間がかかってします。なるほど。で、なおかつタイルってめっちゃ割れるんですよ。あ、そうなんですね、はい、もう段ボールできて段ボール開けた瞬間から割れてたりするんですよ。もろいですね結構、はい、ということでちょっと余分目に取らなきゃいけないんですね。あ、なるほどなるほど、はい、
ていうので正直結構値段するんですけども、どれぐらいですか、はい、で先ほどの事例ですね、廊下では一般的な、30センチ角のタイルをエコカラットを廊下全面に貼りました。これマンションの廊下なんですけど、はい、全面に貼りました。キッチン、ここの、まあ、壁ですね、うんうん、を、これもエコカラットで、うん、はい、トーレンジっていう種類のちょっといい、これエコカラットもね、タイルだと結構値段違うんですよ。そうなんですね、はい、やっぱこういうデザイン性高いものになりますと、ちょっと値段高いです、うんうん、だけどね、やっぱ1枚これ1枚1枚焼き物になるんで、やっぱちょっとずつ形変わるんですよね。へ、はい、やっぱ自然なデザインた、楽しみたいっていう人にはまあおすすめなんですけども、ちょっと値段します。じゃあこういったもの、貼るのどれくらいかかったのか見ていきたいと思うんですけども、はいはい、総額でいうと50万弱ぐらい、はい、高います。とはいえなんですけども、はい、正直なところ物自体がめっちゃ高いですよね。あ、物自体が高いですね、はい、例えばこのトーレンジなんですけども、うん、はいはい、1箱11,510円、まあ、これ定価なんですけども、ほとんどね値引きされない商品、値引きされない、今までなんかユニットバスとか 70% オフとか言って、なんかそういうので感覚だんだんおかしくなってくるんですけどこいつに関しては定価の 10% も安くできないんじゃないかなぐらいの感じの、はい、引き方しかできないですよね。でなおかつそれが8箱も必要っていう時点で、8万いくらとか、うわ、はい、廊下も定価 11,290円、こういう30センチ角の一般的なタイルの方が、うんうん、まあ、安いんですよね。このトーレンジってさっきのキッチンに巻いたやつよりも安いんですけども、まあ、それでもこれぐらいしますと。高いですね、はい、うん、高いっていうので材料費だけでプラス専用のボンドとかも必要なんですね。あ、専用のボンド、はい、専用のボンドってこのまずボンドを塗ってからタイルを貼るっていう、うん、それ専用のボンドですね、はいはい、専用のボンドも必要になるんで、およそ材料費が20万からしていくんですよ。高い。で、まあ、プラスそれの施工費ということで、はい、で施工もやっぱ1枚1枚、まあ、クロス貼るみたいにベーンとか貼れないんで、1枚1枚こういうのを貼っていかなきゃいけないんで、うんうんうん、大変だな、はい、で嫌でしょ、タイルがこうやって貼って、その目地が、嫌ですよ、ね、なんか歪んでたりして嫌じゃないですか。そういうのちゃんとしっかり見てやらなきゃいけないんで、かなり手もかかるんですけども、うん、はい。ってなると、これぐらいしてしまうと。そうですね。高いですね。はい、もしちょっとでもなんかああいうの貼りたいと、エコカラット貼りたいと、うんうんうん、けどこれが値段高すぎるという人にちょっとおすすめな建材いくつかご紹介させていただこうと思うんですけども、うんうん、はい、一つがダイケンっていうメーカーがあるんですけども、うん、そちらのグラビオっていう不燃壁材ですね。うーん、まあ、なんかパッと見なんかそんなエコカラットとめっちゃおしゃれ同じちゃうかって思うじゃないですか、うん、これはパネルなんですよね。パネルじゃないです、もっと大きいパネルなんですよ。で別に焼き物でもないんですよね。でこうになると調湿効果、さっきほど その湿度を吸ったりとかっていうのは、うん、そういうのはないです。あ、そういうのはないんですね、はい、ただ見た目だけの、はい、あ、なるほど、まあまあ機能はそんなこだわりない人ならいいかもですね、はいはい、機能性は、ね、ただのデザインなるほど。ただその代わり、大工、さっきの左官屋さんがこう1枚1枚貼らなきゃいけないって言ったと思うんですけど、うんうん、結構これは大きい大判、こういうやつをこうバン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 貼っていけるんで、大工さんが貼っていけるんで、比較的施工費もまあ抑えられそうかなって。もの自体もエコカラーとか比べると安いし、施工費自体もエコカラーと比べると、まあ、タイルに比べるとまあ比較的簡単っていうので、費用を抑えることができると思います。あともう一つなんですけども、はい、これうちの家の例なんですけど、はい、これおしゃれですね。おしゃれでしょ。はい、おしゃれですよ。でこれ最初の方 YouTube、 まだ大和田さんに手伝ってもらう前に最初の方 YouTube でこれをバックにして撮影してたんですけど、結構なんかいいタイル貼ってますね。たまに言われることあって、いや、いいタイルだと思いますよ、はいはい、ね、これね、タイルじゃないんですよ。あ、タイルじゃないんですか。ただのアクセントクロスなんですよ。そうなんですね、クロスなんですね。はい、クロスなんですよ。めっちゃいい感じですもんね。だからクロスも、まあ、通常 その量産って言われるものじゃなくて1000バンダイっていうちょっと高いやつですね、うんうん、ってなるとデザインもいろいろ豊富なんで、こういうタイル調のやつもあるんですよね。へ、はい、でここ陰影がついてて、うん、はい、あの本物のタイルっぽいっぽいです、ぽいです、はい、うん、っていうので、まあ、費用ないけどお金ないけどちょっとおしゃれにしたい、はい、それもいますよね。アクセントしたいっていう人は、うん、まあ、最悪この、はい、アクセントクラス使ってもらって、うん、いいと思います、はい、やってもらうと、はい、まあまあ、1万円ぐらいで、はい、普通のクロス貼るよりかは1万円ぐらいで、はい、ちょっとおしゃれな、はい、いいですね、タイルっぽいものを、まあ、貼ることができる、ということで、まあ、どういった、
まあ、アクセント入れていくかっていうところ、はい、の参考にしていただければと思いますので、はいはい、今日は以上になります、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。